皆さんこんにちは。今回私は何に関して言及させていただきたいかというとですね、ある国に関して言及させていただきたいと思います。アルバニアという国でございます。アルバニアと聞いて皆さんどこにあるかわからない方結構多いと思います。アルバニアという国はですね、バルカン半島っていうのがあると思うんですけど、バルカン半島といえば第一次世界大戦で、ボスニアの首都サラエボでオーストリアの皇太子が殺害されてですね、で、第一次世界大戦のきっかけとなったところ、弾薬庫と呼ばれているところです。そのバルカン半島に位置している国でございます。バルカン半島に位置している国といったら、旧ユーゴスラビアとかギリシャとか、あとブルガリアとかですね、ルーマニアでございます。で、その中でアルバニアはどこにあるかというとですね、ギリシャがあると思います。ギリシャは大体皆さんの位置分かりますよね。で、ギリシャの、北側にあります。ギリシャの北側で、モンテネグロ、セルビア・モンテネグロ、モンテネグロはですね、セルビア・モンテネグロから、2008年に分離独立したわけですけど、モンテネグロの南側で、コソボがあります。これは方角で言うと東の方向ですね。あとマケドニアなんかとも国境を接してます。まあそういった国なんですけど、アルバニアという国、皆さん行かれたことないのでどういった国かっていうふうに思われていると思います。まず、人口に関しては300万人ほどです。300万人、300万人いたらかなり少ないですよね。まあ国土面積自体が、2万9000平方キロメートル弱です。日本が38万平方キロメートル弱だということを考えると、まあ相当小さな国、そして人口も300万人なので、人も少ない国だということがわかると思います。で、古代はですね、このアルバニアに関してはイシュリアと呼ばれておりました。で、スラブ系のね、民族がバルカン半島を移動してくる以前から住んでいた人々でございます。スラブ系ということで、ユーゴスラビアっていうね、前国があったと思います。今いろんな国に分かれてます。ユーゴスラビア、スラビアということで、これはスラブ系の民族でございます。他に、ブルガリア、これもスラブ系の民族。ただルーマニアに関してはですね、ラテン系だと思う方結構いらっしゃると思うんですけど、これはスラブ系だと思う方いらっしゃると思うんですけど、これはギリシャとかイタリアと同じくラテン系なんです。ここはね、結構意外だと思われる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、こんな感じでございます。で、アルバニア、まあ、多くの、ね、国々に支配されて、特にオスマントルコに支配された、地域が長かったので、国民の多くはですね、イスラム教徒でございます。まあ、他にキリスト教徒なんかもいたりもするんですけど、ただ、まあ、イスラム教徒とは言ってもね、トルコと同じような形で、女性がこうね、肌を下腹したりする必要ない国で、割と緩い国ではあります。で、工業に関してはどうかというとですね、工業に関しては、まあ、重化学工業っていうのはほとんどあまりね、盛んに行われてないんですけど、衣類を中心とした、軽工業でございます。農業に関してはどうかというと、これは、盛んに行われておりまして、特に南部地中海性気候なので、オリーブとかですね、ブドウなんかが、出されております。あと漁業なんかもね、沿岸部では盛んに行われている場所でございます、国でございます。あと観光業もね、まあ、最近ではちょっと力を入れてきているようなので、まあ、徐々にではありますけど、近隣諸国からね、アルバニアに行かれる方結構いらっしゃるということでございます。特にね、旧ユーゴスラビアの国、コソボとかマケドニアなんかだと、海がないので、なかなかね、来れない。海は見れないですよね。なんで、まあ、海を見たいということで来る方結構いらっしゃるということでございます。まあ、アルバニアという国、まあこういった感じです。で、アルバニアはですね、かつてはね、第二次世界大戦が終わった後は共産社会主義の国でした。で、多くの国々、近隣諸国とはですね、鎖国政策を行っておりました。なので、国交を結んでない国が多かったわけです。それによって欧州の秘境であるとかね、言われてたんですけど、まあ今ではね、市場を開放してですね、割とまあ外国との付き合いもね、増えているので、鎖国政策っていうのが行われなくなったんで、まあ多くの外国人が来るようになりました。で、日本からどのように行くかというとですね、皆さん、もしアルバニア行かれたい方、日本からどのように行くかというと、飛行機で行くのであれば、まず直行便は飛んでません。アルバニアの首都というのはね、ティラナというところなんですけど、まあここが主に国際空港となっておりまして、他国とのね、他国から来る便が到着する場所でございます。
で、日本から行く場合は中東系の航空会社であれば一番いいのはトルコ航空です。トルコのイスタンブール経由でアルバニア首都のティラナ、他に、欧州系の、航空会社、これはですね例えば、ルフトハンザドイツ航空 LH ですね、ルフトハンザドイツ航空で、ミュンヘンもしくはフランクフルト経由で、ティラナ、もしくは、他にも、まあ、いくつかあるんですけど確かエールフランスなんかも出てると思います。アリタリアとかね、まあそういった感じで、欧州系の飛行機を利用して行くことができます。もちろん欧州内をね、旅行されてる方鉄道で行くこともできますし、旧ユーゴスラビア内を、来てですね南下していくこともできます。鉄道はまあしてないか、バスですね。でもしくはギリシャから北上するということもできます。もしくはイタリアのバーリあたりからですね船が出てるので船で、デュラスってところ、これはデュラスっていうのは、アルバニア第二の都市、アルバニアの一番の港湾都市でございます。行くことができます。まあアルバニアという国、まあこれからね連載で、まあ、食事に関してあるとか観光地はどのようなものがあるかというのをねこれから説明させていただきたいと思いますので、まあまた今後ね、出していこうと思ってますので、ぜひとも皆さん、こちらチャンネル登録いただければと思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。Thank you.